長国寺は、東京都台東区専属にある、北家州本門流の寺院。三号は和志在山、大本山修山寺末。長国寺とも書く、浅草鳥の市の発祥の寺。寛永7年、石田三成の市といわれる修山寺13世、日干しが鳥越町に解散し、漢文9年、新吉原に近い現在地へ移転した。本尊は、 和紙妙圏大菩薩である。1265年、日蓮が、和ズ国和志津の小早川家に滞在し、国家平和を願って祈ったところ、にわかに金星が動き出し不思議な力をもってして、現れ出たと伝わる。11月鳥の日のことであった。1771年、この和紙妙圏を悲言が、終山寺から東山へ移しつった。当時は、 本堂の他に書道を排した大伽藍があり、和紙妙剣が安置された万神堂は、妙剣堂、和紙大妙人の社、和紙宮とも呼ばれた。明治初年の神仏分離令により、境内を含め寺と和紙神社に分割された。七葉の冠をいただき、宝剣をかざして、和紙の背に立つ姿から、和紙大妙人、おとり様と呼ばれ、開運将福の守り本尊として親しまれている。 とりわけ、王源の日にちなんで開催されてきた浅草、鳥の市の本尊として、江戸時代から広く信仰されている。ありがとうございます。